横浜 F マリノス対ジュビロ磐田5チャンネル実況スレまとめ、発風畑中が良い縦パスを通す、畑中うまー、畑中いいね、畑中なんだよな、やっぱ、やっぱ畑中いると、ビルド良くなるな、21分エドアルドのロングボールを、長戸が折り返し上中が打つも枠を外れてしまう、上中、来ねえ、宇宙、今の良いね、エグいいパス、巡り合い宇宙、上中逆足でも、それはないわ、枠入れないと、まあ過密の中チョコと間が空いたせいで、少し集中が切れたり疲労を自覚してしまうタイミングなのだろう、多分ボールが足についてないどころの話じゃない、説教でもされろ、磐田スレの反応、危な、助かった、どっかり空いたね、オフじゃないのか、28分ロペスにイエローカードで次節出場停止、アンロペ ACL エヴァンゼンの有給、アンロペ有給か、ちょうどいい、アンロペ有給か、決勝前に休めてよかったな、有給にしないと休まないからな、アンロペちょうど良い休み、ちょうど良い休憩になるな、ロペスわざとやりました、よかった、ロペス休養よ、ロペスびっくりしましたか、塩貝30分ぐらいのボールをポープが飛び出してクリア、ポープナイス、ポープ飛び出し完璧やん、それ身につけたら無敵やん、オフでもナイキーおじさん歓喜、ジャーメインのところを取ったのか、これはオフサイドなくね、何のオフな、磐田スレの反応、オフサイド、オフじゃねえだろ、オフじゃねえ、オフちゃうやろ、ないじゃん、オフじゃないだろ、出てたのジャメだし、オフじゃねえだろ、今のはジャメ関与してない、やべえな今日の審判、32分相手の攻撃はゴールラインを割っていた様子、皮一枚残ってるかもしれない、まあ審判にはわからんか、1ミリ出てる、福神追いついていなかったしな、松原出てますね、 W マロタ、さっきからライン割ってるバック側の福神やべえな、さっきのオフサイドと EW、 だいたいこういう時に失点する、誤審からのコーナーキック地獄、こういう誤審きっかけのセットプレーってなんか怖いんだよな、磐田スレの反応、出てたくさいけどラッキー、審判やばいな、平川の1ミリメートルやん、今日の審判やばいな、今日の選手さっきからやべえぞ、向こうの副審やばいな、40分木田のパスで抜け出したヤンマテウスがキーパーをかわして打つも枠を外れてしまう、コネ、匠 FFA コー、オフでも決めろ、木田さんのキラーパス、ボンダナ決めてればオフか、でも木田さんいいパスなかった可能性、オフなくね、ボンダし、木田さんはやればできる、磐田スレの反応、オフだけど川島子は言って W、 オフか、助かった、微妙だったな、43分長戸のクロスにロペスが合わせるも枠を外れてしまう、こねえええ、おしっし、ひこねえええええええ、さん、み、今日は、パスがずれるよな、うわあ、いい時間帯だ、決めてくれ、キレがあったらきっと入っていたな、確かに入ったかと思ったわ、川島美しい、いい攻撃だった、ちょっとずつ近づいてきてるな、温まってきた、磐田スレの反応、危な、うお、やられたと思った、ふぃコア、クロスの差がひどい、47分エウベルのクロスから上中が連続で打つもディフェンスにブロックされてしまう、コネ、見えなかったけどコーナーキックだろ、向こうの副審やべえな、どう見てもコーナー当たってるじゃん、先進怪しいな、これゴールキックにされるってひどすぎね、48分エウベルの折り返しからロペスが打つもキーパーに止められてしまう、コネ、惜しい、惜しい、ロペス惜しい、ロペスの最近の形やキレキレのロペスなら絶対入ってる、ハーフタイムにキュージャン起こったのかな、キューベル雷でも落としたのかな、磐田スレの反応、アップ、じわじわマリノスの時間になってきている、心臓痛い、マリノスは修正してきたかな、やばい流れ、56分エウベルが倒れ込んでしまう、エウベル無理はしないでくれ、やめてくれ、エウベルマジかよ、エウベルダメか、変えよう、エウベル大事に、ここに来て腕を負傷とかやめてくれよ、エウベル、腹巻き込んだのか、足が無事ならなんとかなるかもしれんが、腕曲げてるし大丈夫だろ、まあ多分エウベルのは深刻ではないだろう、64分ヤンマテウスのクロスからロペスが決める、ロペス来た、来た、来た、ロペスのいる意味、やっぱロペスよ、 WW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 、 やっとこさ、ロペス、ワンからアンロペ、そしてアンロペケーチ、来た、この形よ、それでこそロッペ、さすがのアンロペ、来た、やっとロペス、やっぱ仕事する、アンロペ来た、なんだかんだアンロペ、ロペスサンキュー、ほんとよく決めるな、歴代屈指かも、ロペスよくやった、有給の代わりにちゃんと仕事できる男やね、去年からの鉄板得点パトーンよね、やっぱ決めちゃうわこいつ、来た、さすがの大エース様、ちゃんと仕事するロペス、外せない男よ、この形はボットラインだよな、いい反応だな、ロペスの得意な形だな、有給前に仕事をこなす男、アンロペもう2点決めてゆっくり有給取ってくれ、セカンドの反応の速さよな、なんとロペスのホットリミット、早く追加点、
川島、ちゃんと反応してたな、いい歳のはずなんだけど、問題は、ここからいつも追いつかれる。マリノスで、これできるのアンロペだけなんだよな。気分よく有休からの ACL、もう1点取れば、勝ちだ、守りに入ったら追いつかれるぞ。この後がね、即失点は見たくない、集中してくれ、岩田すれの反応。まあ遅かれ早かれだわな。こんだけ押し込められ続けたらそらそうよ。外へ弾けなかったか。止めただけでも奇跡だろ W。点取れる気配がないまま失点か。タレントを比べても1失点は仕方ない、チャンスなく点が取れない方が問題よ。あそこからクロスの球速落とさず叩きつけたヘッド食らったら弾いただけでも十分だよな。65分ロペスがボールを引き出して宮市にスルーパス。ロペスは1点取ると他のプレーも良くなる WWW。オフサイドなくね。オフねえだろこの腹心大丈夫かよ。ボンだろおじさん、ボンだろ。宮市はそれ狙ってるだけでいい。もうわざとだろあの腹心。天野か宮市決めてくれんかな。盛り上がるからさ。ロペスは前に晴らすより下がり目の方が持ち味出るよな。クレイジーランニングドッグ。69分ヤンマテウスがカットインから打つも枠を外れてしまう。うわぁヤンコネ形は最高だった。枠に打って欲しかったが、まあスピードアップした良い攻撃決めて欲しかったのはヤンマテが今の外すの珍しいな。それは決めてくれ。一番得意なやつ決めてよう。うおおああああああ岩田すれの反応。あぶね。イワアンロペほんま厄介すぎる。サイドハーフの質が全然違う。もうダメだ、マリのテンポについていけない。点取る前に追加点くらい。そうだやっぱ前に外人並べる方がいいわ。向こうはアンロペとマテウスやで。役者が足らんわ。70分またヤンマテウスが打つも枠を外れてしまう。ヤンヤンそろそろお疲れかな。もう疲れてるか。今日はあまり精度ないな。ヤンマテがバーユーの枠外すの珍しい。今日は枠いかないのはうまくかからなかったな。2回目は3度追いしてて疲れてたな。枠いかないのはここまで外すの珍しい。疲れかな。最後踏ん張れてなかった。ヤンマテのコンディションが決勝までに上がりますように。岩田すれの反応。あぶねえ。マテウスの差やられまくり。外国人の差だな。71分ママジュンが良い守備からラストパスも宮市は打てず。宮市てうわあああああ宮市それはないわ。天野は良かったよ。宮市ふざけんなよ。天野の神パスを。トラップは完璧だったのに。完璧な飛び出しだったのに。トラップは完璧だよ。一歩目のドリブルがクソ。嫌な展開だわ。決定機外しまくって。岩田すれの反応。相手の爪が甘くて助かった。84分失点してしまう。やられたわ。今日もまた耐えられなかった。いつもの寄せが甘いのよ。こんだけ外すとこうなる。いつも通り終盤に追いつかれる。クロス上げたやつフリーすぎる。このままだとまた宮市が決めてりゃな。で展開で終わるからなんとかしろ宮市。2点目取れないのがあかんのよ。岩田すれの反応。ペイ来た。おーペイショットのショットが決まった。ペイペイでこういうのを待っていたというペイのヘッドが初めてクリーンヒット。でかいだけ結構じゃないか。91分コータから決定的なクロスが入るも宮市のシュートはキーパーに止められてしまう。嘘だろ。もう嫌だ。だかさあそりゃ勝てねえよ。四国臭いやろ。水沼ナイス。決まったと思った。岩田すれの反応。あぶねえ。でも薄島さすが川島じゃん。完全にやられたかと思った。キュアーラー。うわ奇跡来た。完全に1点もの終わった W と思ったわ。やられたと思った。試合終了1対1で引き分けてしまう。負けなしではあるがもったいないな。ここ3試合で勝ち点6落としてんな。ドロー沼やぶて ACL 圏内もきつい。まあ A はアルアイン戦アウェイのチケット情報さっさと出してくれよ。勝ちきれないの。追加点を取りきれない。マジで呪われたぐらい2点差にできないよな。そして追いつかれる。左なら加藤 H とか小池 Y もいけるでしょ。まあ集中力がなかった前半が全て。岩田は枠内シュート1だけだったんだな。去年までフォーム強かったのにやばいよ。この勝率はアウェイ弱いのは仕方ないのもあるけど、ロペス以外誰が点取るんだってチームだよな。今年は試合運びが下手すぎる。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。